どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ワイトをね、ワイトを活躍させたいんですよ僕は。ワイト結構原生復帰の制約っていうスキルあるじゃないですか。今石津のスキル、まあ別に KC でそんなに活躍していたわけじゃないんですよ。最初の頃結構まあ皆さんもよく見たかなっていう、気がしてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ上位帯に多分行けばあんまいなかったかもしれないけど、その1000ライフ相手より減ってると相手の墓地のモンスターを全部ワイトに変えるっていうスキルなんですけども、なんかね有効活用したいんですよね、ワイトを。でこれ元々のデッキのギミックはワイトロードっていうのをディスコードのね、KC ファーストステージ突破しましたみたいなので、なんかそのひとしさんっていう方が貼ってらっしゃったんですけど、ワイトロードっていうのを。でそれをちょっと参考にさせていただいて、でワイトキング、これさ結構面白いカードじゃないですか。このカードの元々の攻撃力が自分の墓地のワイトキングかワイトの数かける1000になるよっていう。でまあ一応戦闘で破壊されたら戻ってこれるよって除外してっていう効果を持ってるんですけども、このワイトキングの打点現世されたらめっちゃ上がんじゃねっていうそういうね、そういう発想。結構さライトローって墓地超えんじゃん。でライトローってさ結構こいつとか出てきたらやばいじゃん。だから意外と相手結構頑張って現世してくると思うんだよね。現世できるデッキだったら、まあコズミックサイクロン入ってるとか、まあ石津だったらあとなんだろう、まあブラックマンシャンとか BF とかなんかああいう系のなんかデッキだったら多分現世してくると思うんですよね。だからそこで絶望のワイトキング出したろっていう、そういうデッキとなっております。ギミックマッチ以上なんだけどね。まあシンクロンスターは一応7シンクロと、あと竜の鏡入ってるんで、ドラゴンズミル入ってるんでこっち入ってますけど、ドラゴンエクロ、ワイトがアンデッドだからね。まあそんな感じですね基本的には。でワイトの通常モンスターの方は入れたかったんだけど、基本的には枠がないっていうのと、あと別に変えてくれるからいっかっていう、相手が変えてくれるからいっかと思って、だから通常モンスターは一旦抜きましたね。はい、まあちょっとワイトキングの打点がねどんぐらいいけるかチャレンジというデッキっていうかという動画だと思って見ていただければちょっといいのかなと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ、ワイトリンクススタート。さあお相手の方、現世であってほしい、現世であってほしい、隣の芝刈りの効果発動。おうナイス、ミネルヴァナイスだけど、なるほど、セット弱え。あれやばい、ちょっと弱い。カイト落ちてるからまあいいか。カイト落ちてる、カイト一枚落ちてる。でワイトあんま落ちてねえな、ワイトあんま落ちない。でねこっちのデッキに伏せカードがないんで、コズミックサイクロンで現世してくんないっていうねパターンがあるんですよね。あーこれ現世プラマじゃないの、これ現世プラマじゃないのかな。ちょっと俺のライフポイントを上回ってないといけないんだよね、相手よりも。やばい、ちょっと頼む、なんか奇跡起きて現世しろ。コズミックサイクロンちょっと打つカード伏せたいんだよな、もうなんならもはやなんか使えないソーラーエクスチェンジとかね、ああいうのをなんか伏せて、でなんか現世するためにコズミックサイクロン打ってもらうっていうね、もはやもはやですよ。カイト押しが死にやしないって思うけど、ちょっと若干時間の不安要素が非常にあるね。すごいね、相手依存なんだよね、打点上げんの、打点上げんのマジで相手依存なんだけど、相手もそんなに強くない、相手もそんなに強くない。光りますかね、あ光りますね、光りますか。まあ、とりあえずマジシャンライライってで、これに対して、これに対して何かあるか。あああやべえ、その伏せ何、その伏せ何、うわ光ってる。あ終わったくせー、終わったくさいか。これはサレンダーのパターンか、これはサレンダーのパターンか、あこれはサレンダーのパターンなのか。あれサレンダーではない、あでもそうか、ナビゲートだったら別に今打つ必要ねえからな、今打つ必要ないんですけども、ちょっとナビゲートだけやめていただきたいんだよね。コズミックサイクロン
え、どういうこと、あ、え、なんだミスったか、あ、イリュージョン、あ、え、これ現世してくれるのよ、これ現世してくれるんだよ、奇跡が起きる可能性がある、奇跡が起きる可能性があるぞ、来た来たわ来た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 ぞ、あ、天才来た来た来た、今一体いくつあんの、ホワイトキング召喚11000、11000まあ、多分ナビゲーターは飛んでくる、ナビゲーターは多分飛んでくる、あー、まあ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 、読んでいた、そこまでは読んでいました、あ、オッケー、で、ジンでホワイトキングやられるんだけど、カイトロイドっていうのがあるんで、多分大丈夫だと思いますね、多分大丈夫、2回攻撃防げるから、ちょっと墓地のカイトロイドは白骨化したんですけども、プレミアムワイトにプレミアムワイト交わらう、プレミアムワイトになってるんですけども、プレミアムワイト相当プレミア感あるな、来い、いいだろ、ぶん投げてこい、よし、カイトロイド、はっ、よし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 、クリボールとかやめろ、いけ、ホワイトキング、やばい、奇跡起きた、現世あざす、いや本当はね、ホワイトも入れたいんですけどね、普通のホワイト、通常モンスターのホワイト、ちょっと枠ねえんだよな、ライトロードデッキって結構枠なくてさ、意外と、あ、ES、そう、強いな、こいつらほんまに強いんだよな、まだ全然、コズミックサイクロンなくてもなんか全然強いっていうね、全然全然全く全くもってなんかその変わってないっていうね、黄金室って結構珍しいカード入ってるな、黄金室って結構珍しいカード入ってる、まあ、とりあえず光円がぶち込んでいく、でカイトロイド落ちた、ナイス、カイトロイド落ちた、ナイス、むずこれ一回やっぱアーサシンライデンさんはちょっと墓地にね送っといて、一応7シンクロできる構えみたいなことはしといた方がいいと思うんですけども、これで、アーサシンライデン送って2枚墓地送りながら2枚ドロー、これもやってること結構おかしいんだよな、ソーラーエクスチェンジで結構やってることおかしいですよね、でルミナスが来た、ルミナスが来たのでかい、でワイトキング落ちた、オッケー、ホワイトキングどんだけ落ちた、とりあえずホワイトは1個2個2個2000か2000か超えらないんだよな、超えらんない、とりあえずこれで援軍でホワイト落ちろ、ホワイト落ちろ、あー落ちない、でもカイトロイドめっちゃ落ちたのはいい、カイトロイドめっちゃ落ちたのはめっちゃいい、そうだな、機械ルミナスか、でルミナス2体あるからルミナス1回モーレフさせるか、1回モーレフさせよう、1回モーレフしてください、まあ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 、オッケー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 、まあまあね、オッケー、カイト、あー、プリカトリオが一番結構きつかったけど、まあとりあえずいいや、で、まあ、これ何もしないでターン終了で、でぶん殴られる殴られる、でカイトロードで防ぐ、で次のトップがなんだったらいいんだろうな、ちょっとモーレフが無限に辛いってのはあるんだけども、あーやばいやつ来たー、やばいやつ来たー、やばいやつ来たー、またこれサレンダーか、いやこれまだわかんないな、まだわかんないぞ、まだわからん、まだカイトロイドがあるから諦めるな、ちょモーレフが辛い、あー来た召喚魔術、あーそれで黄金石ってこと、なるほど、遊戯王カイトリンクスを見せつけてやろうぜ、遊戯王カイトリンクスをよ、遊戯王カイトリンクスを見せつけてやろうぜ、コッキュートスも強い、やばい、それはきつい、まずい、これはエバリーでしか突破できない、これはエバリーでしか突破できない、吸収戻せる、オッケーオッケー、召喚者です、オッケーオッケー、把握、バトルフェイズスキップ、あ、バトルフェイズスキップ、ナイス、バトルフェイズスキップはないです、それ出せるぞ、これ、これ出せない、これまだ出せない、これはまだ出せない、
これはまだ出せないが、とりあえずワイトは送れる。ワイトを送ることはできる。ワイト扱いであるワイト夫人を墓地に送って、でライトロード達人ライデンを特殊召喚。さあ焦ってんだろうな、こいつ。何このデッキってなってるんだろうな。ワイト夫人ってなんだよってなってる説で、これは魂のエバリーするしかなくて、これ倒せないから、呼吸トスが一生倒せんくて、これはエバリーするしかなくて、どっちにしてもモーレドの効果があるから何を出しても意味ないんだよな。でブラックローズはあいつ破壊できない。で一応裁きは出せるけど、裁き結局やられてもな、むずい。どうしようかな、突破できないんだよな呼吸ドスが。エバリーじゃないかな。こう一回エバリーで、でカイトロイドとエバリーで耐える。カイトロイドとエバリーで耐える。モーレフはとりあえず殴りに行くして、殴りの構え。あーおじさんうぜえ、おじさん、モーレフおじさん強い、モーレフおじさん強い、うざい強い、うざい、禁止かな。プルガトリオが一番やばいんで、並べると結構やばいんですよね、多分。並べるとまあまあやばくて、並べるとやばいから、もうこれはこれさブラックローズ一回しちゃえばいいんじゃない、これ。ここでブラックローズなんじゃね、これ多分チェーン、アレイスタのチェーンでしょ。でルミナスにターン1制限はないから、でこれゾンビマスター送って、でこうして、で来た、なんかいけるぞ。でカイトロイドがある、モーレフは殺せ絶対に。でここでブラックローズドラゴンをぶっ破して、で全てを破壊しておいて、で相手頑張って展開してきたのカイトロイドって耐えて、カイトロイドで耐えて、でエバリーで呼吸トス抜いて、で返しで裁きの竜とワイトキングだ。来た、耐えろ。これでとりあえずモーレフおじさんを殺せ。よし、オッケー。でこれは行く必要ない、もうこれはもうこのままでいい、もうこのままでいい。やつはエバリーでしょっす。さあ来い闇遊戯、いい戦いになってきたじゃないか。アイディーになってやろう、イエス召喚獣。いやまだあんのかい、まだあんのかい、強いよ。もうちょっとモーレフおじさんマジやめて、もうマジでモーレフおじさんやめて、モーレフおじさんマジで絶叫、召喚魔術強い。もう大丈夫、俺たちにはカイトロイドがついている。どうやら理解したようだな、これが遊戯王カイドリンクスだぜ。あー強い、いいだろ来いよ召喚魔術回収、アレイサー回収。でなんかめっちゃ打点上がるやつ、42と3000で今オッケー。さらに行く、やばいこと起きた。召喚獣3体並ぶ、きつい。誰、ブルガトリオ、ブルガトリオ来た。もうこいつリンクスに行ってはいけない、お前はもう帰ってくれ、お前はもう異次元に飛んでくれ、頼む、頑張れカイトロイド、俺のライフを守りきれ。ここでカイトロイドぶん投げて耐えろ、よし2000はもらおう、2000はもらう、 OK、 よしで、フォーチュンレディエヴァリーの効果発動、ライトロード様なルミナスを除外し、このモンスターを特殊召喚。よし、そしてドロー、エヴァリーの効果発動、相手のカードを1枚選んで除外する。そしてジャッジメントドラグーンを特殊召喚、ジャッジメントドラグーンの効果ファイナルジャッジメント、ワイトキングいけー、うわー魂ー、くっ、魂ー、お来たぞ、
ぞ来たぞ来たぞ、これは現世じゃないか、これちょっと現世じゃないか、現世に期待。だってホワイトキングが引けないと意味ないんですよね。こっちもこっちはこっちで、これはルミナスか、これはルミナス。コズミックサイクロンないと意外といけないと思うんだよな。でも現世ってでライトロサウナルミナス召喚、ルミナス効果、ホワイト夫人捨てて、で謎のモンスター捨てていく、全然意味わからんモンスター捨てて、でフェリスで、エバリーリーか、エバリー、ちょっと待って、俺何入ってたっけ7って。あー、まあエバリーリーか、これエバリーリーや、先行はノーシエバリー、はいはい、もう突破されたら知らん、現世も知らん、コズミックサイクルをなければ意外といけない、そんなすぐには。さあ頑張れエバリー、頑張れエヴァリー、お前の能力を見せつけてやれ、お前の能力を見せつけた、あーやばいこと起きたやばいこと起きた、やめて、ちょそれだけは盾持ち、やばいこと起きた、やばい盾持ち、装備魔法を、あー手札に変えるやつ、オッケー、うわーやばい、エヴァリーが、うわーうわーめっちゃいる、ワイト自立行動ユニット、めっちゃライフ削るの入ってるこの人、なにこれ、守護神の矛、うわあやばいこと起きたー